代表して高野誠也主将より大会への意気込みをいただきます。皆さん、まずは大会お疲れ様でした。今大会をもちまして、8月に開催されます、インドネシアバレーマンのアジア競技大会の、9名が、選ばれることとなりました。大会までの限られた時間ではありますが、さらに強化を進め、より強いチームジャパンを形成し、アジア大会の地で、メダルを獲得できるように頑張っていきたいと思います。